はい、おはようございます。今朝の、朝食のメニューを紹介します。はい、おかゆ、好みが入ってますね、3つ。それからまんじゅう、なんでしょうね。それから関東風と人参の、和え物。それからぶどうのフルーツ。そしてゆで卵にチキンのフライ。牛乳っていうですね。はい、これが今朝のメニューです。はい、じゃあこれ食べていきます。はい、いただきます。それではまずはおかゆから食べましょうね。はい、あ、このね、クコの実っていうのはビタミン A、ビタミン E が豊富に含まれてて、老化、それから病気の予防にいいそうです。クコの実ね、中国ではこれはね、よく食べられるというか、なんかスープに入ってたりしている食べ物です。クコの実ですね、うん、ちょっとだけ甘い。はい、これフライです。うん、柔らかい。感じです。じゃあこれを今朝は食べて、今日も一日頑張ります。